じゃあここで今マジで、いやいや開けちゃダメですよね。なんか聞こえます。スラマーパディフィアマラン大助ボタックチャンネル。ハローガーイス、アリーニアクアダディカントールソフトオンデマンドパラギアダビンタンタムビンタンタムイトゥーミナムさんでーす。ということで今回ミナムさんにソフトオンデマンドを紹介していただくと、はい、寒いんで私の中入りますか。寒いっすよね。はい、お邪魔します。ソフトオンデマンド、ソフトオンデマンド、はい、こちらに女優さんの、うわすげえ、うわすげえ。あ、これから皆さん入るわけですね。ここに、はい、そうです。頑張りましょう。はい、すげえな SOD ランド。はい、これ期間限定ですね、 SOD 神社。あ、SOD 神社これ、はい、私まだ祈願してないんですけど、ほうほうほう、ここにみんな祈願してるんです。お、じゃあここで祈願できるわけですね。はい、売れますようにと。はい、なるほど、こんなんもあるんだ、面白いな。はい、ソフトオンデマンドって1階から7階まで全部、このビル全体がもうソフトオンデマンドですよね。全部ソフトオンデマンド。すごいな。スタジオがあったり、はい、会議室があったりみたいな、はい、え、ここオフィスでこの AV の撮影するってことも全然あるんですね。あ、結構どこでも。どこでも屋上だったり。屋上でも撮影、あると思う。私はまだしたことないです。え、ちなみにみなもさんもこのビル内で撮影はされたことあるんですか。はい、2、3回ぐらいしてますね。そうなんだ。はい、階段で行きます。階段で行きますね。階段で行きますか。行きましょう。エレベーターが来ないから。エレベーターでも、あ、エレベーターでも降りました。ここでも撮りました。え、ここでも？ここでも撮りました。嘘でしょ。どんなプレイを撮影したんですか。階段で SOD の社員さんを誘惑するみたいな。やる。誘惑してここでプレイが。そう。すげえ。今撮影中？今撮影してます。撮影してる。じゃああんまり大きい声出せない。ここまでだと思います。こっちがスタジオです。あ、こっちがスタジオ。わーすげえ。じゃあここで今マジで、いやいや開けちゃダメですよね。なんか聞こえます。音楽が聞こえるだけだ。多分なんかパケ撮ってるかなんかです。あ、なるほど。うわ、中見てみたい。実際にみなもさんもここで、あ、ここで撮影しました。うわ、キャスティングルームです。お、キャスティングルーム、はい、別名なんか裸部屋みたいな。裸部屋、はい、キャスティングというと、そうですね、うわ、まず面接をしたら、はい、この部屋に次行くんですよ。で、ここで全裸になって裸見せて、はい、なるほどみたいな、裸審査みたいな。あ、そうです、そうです。え、それがこの部屋で行われます。じゃあ宮本さんも実際にこの裸、はい、はい、ここで脱ぎます。そう、なんかなんか面接用カゴみたいな、ここに服を入れるんですよ。本当だ、面接用カゴって書いてある。ここに服を入れます。なんでここは面接の時以外入ることないんですよね。あ、じゃあ久しぶりに入りました。久しぶりに入りました。男性の面接官ですよね。あ、そうです、そうです。え、どんな気持ちでした。ちょっとお尻プリントしとこうみたいな。よく見せよう。あ、でもあんま緊張しなかったんですね。あんま緊張しなかったですね。どんな反応でした、面接官の方は。あ、いい体してるねみたいな。いや、言わないですよ、何も言わないみたいな。うん、みたいな。ベストな対応だと思いますけど。でも宮本さん的にはもう体には自信ありますもんね。いや、まあ、そうですね。なるほど、なるほど。
面白い。次行きましょう。はい、私も正直 SOD の建物の中に何の部屋があるかがもう全部分かってないです。ありすぎて入っちゃいけない部屋もあるし、うん、ここが5階の社員さんが働いてる場所です。ほう、はい、すげえ。社員さんが働いてる部屋です。ここでいろんな企画が生まれたりとか、はい、実際にここで水間さん、はい、やりました。ここでも、これえ、それはどういう企画ですか。あの階段からの続きですね。階段からの続きをここでやったみたいな。なるほど、このままこっち来て、はい、その時あの他の従業員の方はいなかったんですか。いらっしゃらなかったです。なるほど、ね、休みの日ですか。フルに使ってるんですね、このビルディングを。はい、視聴者がインドネシア人なんですけど、はい、やっぱりこんな大人たちが、うんうん、一生懸命頑張って、はい、エロを作ってるっていうのは全然知らないと思うから、はい、多分これびっくりしてると思う、みんな普段見れないからな、うんうん。じゃあ次、はい、皆さんよく来るんですか、このオフィスの。いや、そこまであんま来ないですね。あんま来ないですか。今打ち合わせとかもなんかリモートなんで、はい、あんま来る機会はないんですよね。減りましたね、コロナとかで。次は7階ですね。7階7階ってでもなんか入れないところもあるらしくて。どんな部屋があるんですか、その入れないっていうのは。編集部屋かなが入れないんですよね、絶対。なんかもう入る時はもう一人だったかな。こちらですね、関係者以外立ち入り禁止の。本当だ、厳重に関係者以外立ち入り禁止、はい、ここはもう編集者の方がもうここにこもってカードキーをお受け取りくださいっていう。ここでもう作品が作られるわけですね、はい、うわーこれすげえな、入ってみて。次は屋上になります。はい、うわ屋上、あ、ちょうど夕日が差してて、うわ本当だ、綺麗、うわすげえ、うわー、みなおさん絵になるわ、なんか CM みたい。うわー富士山、うわ SOD の本社から富士山見える。手満手満ビサリハ富士山。ちっちゃいな、すげーな SOD、ね、結構ここ一番私が好きな場所。そうそう、落ち着きますね。ここでお昼ご飯食べたいなって思ってですよね。いや気持ちいいな、こんなとこあるんだ。この前なんか吉本来たじゃないですか。はい、吉本学校でしたよ、ね、いや吉本感動しましたよ、私めっちゃ楽しかった。本当に吉本だと思いましたよね、はい、ようテレビで見る。でかいな SOD ランプ、 SOD ランプじゃないか。ちょっと間違えるわ。1階の社員バーとかにプリクラがあります。マジですか、はい、一緒にプリクラ撮りましょうよ。、ね、いいですよ。うわ嬉しい。これファンの人怒らないから大丈夫かな。プリクラ撮りますよ。プリクラ特典結構高いですよ。ですよ、本当ですか。これ今回タダで特別だぜ俺だけ。嬉しい。行きましょう、本当に美しいわ。ね、ありがとうございます。嬉しい。この前の動画でも、はい、コメントをみんなも可愛い可愛い可愛い。本当ですか。はい、山さんのおかげで登録者の再生回数もすごいズバズバに伸びたんで。ね、本当ですか。はい、ありがとうございます。あ、来ました。あ、一回外出るんですね。一回外出る。はい、サインバーにご案内します。はい、すげえ。はい、社員バーっていうのは、はい、店員さんが、うん、SOD の社員さんなんですか。いや、じゃなくて女優さん。あ、女優さんが店員さんとして。はい、お邪魔します。お邪魔します。やだ。何してるの。何してるの。ファンの方です。ここがサインバーです。はい、わー、これ本当にバーだ。ここでプリクラ撮れます。
まあ、じゃあちょっと皆さん、はい、ちょっとよかったら一緒にフリカ撮りましょうよ。撮りましょう。ちょっとファンの方もいるかもしれない。いいかな、これ。撮っちゃいましょう。よろしく、いきましょう。マジックミラー号。選べるんだ。どんな風に撮ってるの？あ、いい感じ。じゃあこれしますか。あ、これいい。うわ、嬉しい。お、いい感じ。あ、いい感じ、いい感じ。わ、かわいい。これ入ったかな。入ったかな。めちゃめちゃレアよ。宮本さんとプリクラ撮れちゃった。だぜ、嬉しい。撮っちゃいましたね。めっちゃ嬉しい。いや、プリクラな久しぶりだわ、なんか。ねえ、久々、うん。いや、昔とかね、彼女と一緒に撮りきたんよね。あ、久々よ、このなんか女の子とプリクラ撮る感じ。何年前ですか？15年前とか。もうおっさんになったよ、俺は。37なんよ、もう。皆さんまだおいくつでしたっけ？私21です。21よ、まだ生まれたてよ。ねえ。うわ。イエーイ。嬉しい。やったー、取っちゃったー。これ超レアだからね、これ、うん。これ飾ります、部屋に。ありがとうございます。すいません、取っちゃいました、みなもさんと。羨ましいでしょ。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。これがソフトオンデマンドか、はい、素晴らしい会社やな。楽しいですよね。いや、面白い。これ全部、うわー、すげえ。はい、ってことで、はい、今回、はい、オフィス SOD ラムさんを紹介させていただきました。皆さん、ソフトオンデマンド。はい、ってことで今回オフィス、ソフトオンデマンドを紹介させていただきました。はい、稲本さん、今回も出演していただきありがとうございます。ありがとうございました。みんなこっちのチャンネルにも僕出てるから、みんな見てね。うん、スモアバハサジャパン、タピー、みなもねちゃん、ティーク、あやのんとんや。うん、オッケー、じゃあね、バイバーイ。バイバーイ。あくばさー、あくばさー。こんこんめちゃめちゃいやらしい言葉ですけど、モザイクかけなかんレベル。え、そう。